街でよく見かけるちょっとついてったら危なそうなキャッチです。どうもぼったくりのキャッチです。どうも、髪色髪型、まあ、ちょっとあの変わったんですけども、あの特にオーダーしないでやったらですね、あのものすごくキャッチっぽくなりましたね。歌舞伎町の路地裏にこういうやつがいたらそいつの話は絶対に聞いちゃいけませんよ。今日はゼルネアスのレイドアワーに参加しております。で、実は今日カメラ持っているんですけども、参加はするけど、どうしようと思ってたんですよ。なんでかっていうと、まあゼルネアス来てからちょっと経ってるのと、あとは人気がないです。人気がないんです、ゼルネアスが。イベルタルは人気があったんです、ゼルネアスは人気がないんです。だからちょっと、どうしようかなと思ったんですけども、先ほどまでね、実は僕上野とか御徒町エリアにいたんですけども、今秋葉原に移動してきたんです。なぜかというと、人がいない。レイドアワーに参加している人の数が明らかに少なかったです。なので、成立させるために人が多いである秋葉原に移動してきました。最初からこっち来ればよかった、最初からこっちに来て動画を撮ればよかった。なんでこんなにみんなやらないかな。色違いいるんですよ。でもまあわかるよ。だってさ、色違いは欲しいけどさ、こいつの考古隊長を今拾ってさ、何に使うっていう、むずいよね、むずいよね。これポケモン GO の難しいところなのよね。伝説だからって全員が全員さ、フルで参加するわけじゃない。あと1個、個人的にはね、1個ね、このレイドアワーとかの参加人数減少にこう拍車をかけている原因があると思っているんです。ポケコインです。ポケコインですよ。値上げでさ、みんなね、まあ、もともと無課金の方ってさ、どこでレイドパスを使うのかというのがね、すごく重要な問題なわけですよ。無料のパスに関してもそうです。で、値上げされたことによって、価格は上がってないんですよ。ポケコインでの、その各アイテムの価格は上がっていないんですけども、ポケコイン自体が値上げになっちゃったってことが、よりアイテムの使用、アイテムの課金、慎重にみんななってるはずなんですよ。ってなってくるとですね、これゼルネアスの後に今回ね、ギラティナが控えてるのがもう分かってるんですよ。ね、ギラティナのオリジン、アナザー、両方ともね、色違いかっこいいです。で、厳選したいです。雨も欲しい。色違いも欲しい人もいる。ってなってくるとさ、取っときたいくなっちゃうな。だ無料のオレンジのパスしか消費してない人とかいると思うんだよね。とりあえず開けちゃおうか。色違いは光らないですね。まあでも、どうなんだろうな。6年やってきてるアプリだし、今からそれ実装っていうのはまあ微妙なのかもしれないんだけれども、なんかそのポケモンの、例えば、自体の人気が微妙だとしても、なんかその参加する人が少なくなっても、こうもうちょっとこう活性化できるような仕様というか、があってほしいよね。この手のゲームの将来、怖いなと思うのは、参加する人数が減ることによるコンテンツの過疎化。過疎が進むとより過疎るというか、例えば、ポケモン GO の中にすでにいい例があって、メガレイドなんですよ。メガレイドをやってないでしょ、みんな。先日のね、メガレイド、メガレイドアワーっていうかデイか。ギャラドスですよ、ギャラドス。ね。まあ、あれはそもそもちょっとね、6時間延長になっちゃってやりにくいっていうのもあったんだけども、それの中だとしてもやっぱりやってる人少なかった。で、実際そのイベントの、以外のタイミングのメガレイド。いや、いないよね、人が。びっくりするぐらい人いないのよ。なんか最初の登録だけ図鑑、そのやって、あとはそっからはもういいですみたいな、人は結構多いと思います。メガレイドをゴリゴリに進めて、メガエナジー全部パンパンですみたいな方っていうのは、まあ、言っちゃえば廃課金層なんですよ、もう。いやー、うまいこと回していただきたい。まあ、ゲーム時としてはね、もう長いので、ただその、ポケモン GO ってさ、要は原作となるポケモンたちがあって、それ以上のポケモンを、だからオリジナル、ポケモン GO オリジナルポケモンみたいなやつをさ、バンバン作るわけにはいかないからさ、
結局原作に追いついたらそこで一旦実装サイクルとかをさブレーキかけなきゃいけないわけでしょ。でもうね、今アローラまで来ちゃってるわけですから、もう結構少ないんですよね、実装できる世代が。だからなんか先を見越したね立ち回りというかっていうのをゲーム内でうまいことねちょっとずつね実装していただきたいですよね。だからそれで言うと実はリモートレイドパスとかあの招待ですよね、あれってその一時的にあの実装ですよって、将来的にはなくす可能性あるよみたいな感じのものでしたけども、なんか一周回って必要になってくる時が出てくるんじゃないかなって思いますし、現にあれがないと成立しないっていう地域のトレーナーさんっていうのは今もいますからね。なんかね今日はゼルネアスをただ普通にまったりプレイしようと思ったんだけれども、まあなんかそのやりながらねちょっと思うこういう感じでちょっと思うところがすごい出てきちゃったので、まあちょっとじゃあカメラ回そうかという感じで回しています。でね今日もまだ色違い出てないんだじゃからどうした、急にあの30、40ぐらい年を取ったのかな。じゃから今日はゼルネアスの色違い狙いでもうちょっと頑張ります。ほいだら色違いチェックです。どこいじゃー、色違いチェック5。はい、もう一回色違いチェック、ダブ。はい、自宅でございます。レイドアワーはね一応あのフルでやりまして、その後もですね、出ているゼルネアス秋葉原だとね、ポポとお会いできましたので、そちらの方やってきました。結果としてはこちらでございます。どうぞ。ゼルネアス14体、逃げられたのもね、何匹かいたんで、まあ、プラス2ぐらいかな。はい。色違い0。はい。まあ、ゼルネアスさんでもまだね、リーダーはございますので、まあ、そこでやろうかなと思ったんです。で、こちらの動画がレイドアワーの翌日なんですね。で、翌日、まあ、午前中というか、まあ、その日中、レイドを、まあ、ちょっと何回か参加しているんですけれども、やはりわかりやすく人が少ない。まあ、今回ね、ロケの中でね、語っていたことですね。なんかプラスアルファのテコ入れとかがね、将来的にはあっても嬉しいなぁ、なんてそんなお話をね、ちょっとね、しましたね。はい。まあでも、まだとりあえず期間あるんで、その間に頑張ってね、色違いちょっと僕もね、入手しようかなと思っております。やっぱカラフルなさ、もともとがさ、色味がいいじゃないですか。ね、ゲットチャレンジの時の色が良くて、あれがね、色違いになると、よりね、ちょっとね、可愛らしい感じになりますので、ちょっと狙っていきましょう。ということでね、まあ、レイドアワーについて以上でございます。ちょっと、山田チャンネルの、ね、宣伝でございますが、来月ですよね、11月の6日に開催されます、やや見会というね、オフ会。こちらのチケットの一般販売がですね、もう間もなく開始でございます。よかったらですね、こちら、概要欄の方からですね飛んでね見てみてください。今回はね一般販売でチケット当日参加チケットプラスでオンラインもねございますので、配信チケットもございますのでね、よかったらこちらの方ご確認ください。ちょっと今ね企画等々、あとは当日販売するグッズとかもね制作中でございますので、まあ楽しめるね会にねしますので、よろしくお願いします。はい。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだツイッター、インスタグラムをやっております。よかったらフォローお願いします。いや、またゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。